はい、どうも皆さんこんばんは、ゆきあみです。さあ今日は、ガンダムバトルオペレーション2の方をやっていきたいと思います。またまた新機体が来たみたいですね。早速やっていきましょう。教科施設のお姉さんも最近ちょっと気になっております。さあテンダちゃんもまあ可愛いんですけど、教科施設の人もね、なんか割と好みなんですよね。なんか背が割と低めですし、私あの背高い人ちょっと苦手なんでね。今回来たのは機体の方こちらか、ジムガードカスタム。あー、バトネクでもね見たことある機体ですね。まあ見たことあるというか普通に使ってましたけど、低コスト戦なら。はい、それでは、早速他のことも見ていきましょうかね。私の方ちょっと細かいところじゃまだ確認してないので、ちょっと一緒に確認していくような感じにします。リサイクル情報の方、何でも交換します。ユニットの方は、モビルスーツハイゴックレベル2が追加されましたと。んで、マークの方がキマイラ隊が追加。そして、DP の方。お手持ちの DP と物資を交換できます。DP の方がガンダムピクシーレベル1が追加。はい、こちら買っときましょう。はい、毎度あり。他は、ユニット関連の調整が入ったということで、機体修正が入ったんですね。一旦じゃあ、機体修正の方、どのようなものが変わったのか、お見せします。こちらです。はい、それではね、結構たくさんの機体がね修正入ったみたいですね。もちろんスキルの方もなんか変更が入ったということで、まあね、またちょっと普段使えなかった機体とかもまた使えるようになったのかな。私の方ちょっとまだ腕が足りないんで乗れない機体もあると思いますんでね。そして今回はステップアップ抽選配給ですな。10連トークン 50% オフ。どこまで攻めるかですよね。126あるしな、今月分と思って用意してあったトークンが126個まだあるから、まあ30連いってもいっちゃいいんですけどね。まあ2回目までは攻めてみようかな。こないだのね、二刀流の那覇との二刀流のやつもちょっとまだ回してなかったから、もしかしたらそこから出ないかなっていう期待もしつつっていう感じでやってみようかな。とりあえずまあ20連までやってみよう。うまく出てくれりゃよし、出なかったらちょっと考えなきゃな。ちょっと待って、まずあのジムガードカスタム自体が星いくつだ、星2。よし、やっていきましょう。こういうのはね勢いでやった方がいいんですよ。いきます、3、2、1、スタート。さあ頼みます。抽選開始です。仕事今日頑張ったんでね、いろいろトラブルも多かったけどちゃんと頑張ったから神様見ていてくれるはず。結果をねちゃんとここに出してくれるはず。お願いします。お願いします。お一発目からさ、したか、さ、した。嘘やろ、金色だけどこれ違うよな、別物だよな。大当たり、やったね。はい、別でしたね。持ってるものだとやっぱちょっとね、金色着てもなんかあんまりね。これなら前回のゲルググのね、あのヴィンセント機ちょっと欲しかったな。おっと、10連だけどなんか調子がいいか、もしかして。おい、こっから来ていいんだぞ、星2だからな。ジムガードカスタム来てもいいんだぞ。違う、さあどんどん、やっぱ10連で当てるの難しいかな。ここでトークン温存できるとやっぱ全然違うんですけどね。さあどんどん行ってみましょう。やっぱうまくね、ここで10連とかで決められるとやっぱ6月分とかね、本当にちょっと買うだけでね、なんとか月末まで持ちそうな気がするもん。うわー、来ねー。これやばいぞ。あの調子がよく金銀ときたあれは一体何だったのか。でもどっから来てもおかしくない、星2なら。なんだこれ、 E2 ビームスプレーガン、これガードカスタムのやつかな。なんだかいいのが来そうな予感。何、いいのが来そうな予感。そっちじゃないよなって思いながらも、なんか乗ってないのが欲しい。ことことないの、やったね。せ
先行量産型ゲルググレベル3、まあ、嬉しいけどね、まあ、嬉しいけど、まあまあ持ってないやつ当たったからよしとしましょう。いやー、しかし引きは悪くないんすけどね、この10連決して悪くないよね。これでガードパスタも来てくれりゃ、あーダメか、あ、やっぱ多分間違いなさそうだねこれ、武器の方。あー、ガードカスタムっぽいなあれ。あ、ちょっと関係ないとこ押しちゃった。先行量産型ゲルグ、まあ550のやつ持ってますからね、まあ乗る機会ないんじゃないかな、あんま。はい、とりあえず10連が終わりましたね。20連目行きましょう、行きましょう、行きましょう。はい、行くぞ。よし、5秒で行こう。5、4、3、2、1、ゴー。頼む、来てくれ、頼む、お願い。ここまでの引きは悪くないでしょう。あとはただただヒットするだけ、お願い。指定ポイントへの物資投下を、どうか。もう本当に本当に信じたい、欲しいならね、本当来てもらわないと困る。よしよし、いいよ、幸先がいい。大当たり、やったね。違うんだよな。いや嬉しいよ、嬉しいよ、ガンダムレベル4マジで嬉しいけど、どんどん行ってみましょう。なんか違うとこに引きを使ってるような気がする今日。お願いお願い、あー、イフリート用のヒートソード、これ嬉しい。あー、すごいな、どうなってんの。なんかほんとほんと、あとはただただ期待期待、ガードカスタム、ガードカスタムをください。あー違う、まずいぞまずいぞ、全然来ない。これ20連で仕留められなかった時がちょっと一番怖いんだよ。さあ、どんどん行ってみましょう。演出はすごいけどね今日、なんかどうした、なんだあの、やっぱ仕事の頑張りをバトーペツは認めてくれてる。よっしゃー、来たー、よし、ありがとうございます。ジムガードカスタムレベル3、ありがとうございます。あー、よかった、もう回さない、回さないよ俺は。う、またなんかね、乗ってないのがいっぱい今回当たるね。はい、それではジムガードカスタムレベル3、コスト400、強襲機、早速見ていきましょう。機体説明は、左の通りとなっています。右にはまあ性能の方出てますんで、気になる方、ご確認ください。再生止めてもらえれば見やすいと思います。あとは武器の方はスプレーガン、やっぱ先ほどガチャで当たったやつがそうだったんですな、間違いなかった。そして武器の方、主兵装の格闘武器の方は専用武装なのかな、これジムガードカスタム用ビームダガーってなってますね。で、あとは肩のバルカンと、シールド内蔵ガトリングっていうのがあるのか。で、ガーディアンシールド。強いのかな?ガーディアンシールド、ヒットポイント、シールドのヒットポイント2万あるんだけど。どうなってんのこれ。シールドのヒットポイント増やす?増やさなくてもいいよな。すげえな。なんだそのヒットポイント。これ間違いじゃないよね、この表示。実は2000でしたとか、そんなオチないよな。まあ、とりあえず、ここは置いといて、少しいじっておくか。バルカンの方をこっちにしとくか。ガトリングをバツにしとくか。基本私、メイン四角にして、格闘丸にするんですよね。なんか、これで慣れてしまったんで。あと、この辺がよろけ武装じゃないのかな。どれくらいでよろけるかでだいぶ変わりそう。
はい、スキルの方は、高性能バランサー、マニューバー、まあ、格闘連撃あって、おお3回できるんだ。マニューバーと格闘連撃あるだけでもすげえありがたいな。で、他もね細かいスキルがいろいろとついてますね。耐爆もあるし、ダメージコントロール、これがなんか新しいやつなんですかね。高速効果のない攻撃を連続して受けた際に、生じるよろけを発生しづらくする。まあよろけにくいやつなのかな。まああんまりちょっとこの辺わかんないんでね、詳しい方できればちょっとこうコメント欄になんか書いてもらえると嬉しいです。ちょっとまだ体感まだできないんでね、乗ってないんではい、あとはちょっといろいろつけてみてからだな。これどれつけていくのがベストなんだろう。足壊されたくないからこれつけるでしょ、いつも通り。ね、やっぱ格闘強そうだから格闘やっぱ生かした方がいいか。射撃もつけれるからこれ2つはつけた方が良さそうだよね。あとは何つけるかだよな。どれがいいんだろう。ビームのオーバーヒートの復帰時間早めるか。それはそれでもったいないかな。難しいとこだよね。実弾のその武装をよく使うってことであれば、やっぱもうちょっとクイックリロードとかでやった方がいいのかなとも思えるし、一旦クイックローダーにしとくか。わかんないから。これでいいかな。一旦これでやってみよう。はい。とりあえず、こちらでちょっと演習場行きたいと思います。お待ちください。それじゃあ。はい、それではやっていきましょう。演習場です。さあ武装の方もいろいろね確認していきましょうかね。さあまず気になるのはよろけどれぐらいで取れるかだよね。バルカンの方から試してみましょうか。10発こっちは25発ですね。バルカンが、10発で、シールドからの、ガトリングみたいなやつが25発ですな。さあ、こっちがビームスレーガン。収束とかはできないみたいですね。普通に撃ってくるような感じだ。さあ、これどうなんだろう。よろけ取るためにだったら、どんな風にやるのが一番ベストなんだろうね。あと、足が止まるかどうかも確認しよう。バルカンは足止まらずに撃てます。ああ、シールドのガトリングの方は移動打ちはできないって感じか。なるほどね。これ一発ビーム当ててからバルカンとかすればいいのかな。あ、よろけるは早い。あ、これならいいかもしんないね。これが一番良さそう。で、格闘連撃があるから、まあ当てられそうなら3連撃とか狙うのもいいかもしんないね。N 角、横角、下角。いいね。高く、これがベストかな。今パッと見た感じはやっぱビームスプレーガンパーンと当てて巻きながら接近がいいのかな。バルカン、バルカンなら移動打ちできるから、まあ移動打ちもありだけど、これで動きを固めてしまうのもありなのかな。あー、でもちょっと厳しいかな。動かれるな相手に。多分バルカンの方が良さそうだね。普通に一発撃ってバルカン混ぜてよろけたら素早く入って格闘を入れるが良さそうだよな。はい、まあこんな感じの機体です。はい、まあそれではね、こんなとこでしょうかね。私の方ね、早速ちょっと戦場の方で遊んでみたいと思いますので、今日は一旦ここまでにしたいと思います。皆さんもね、ぜひ頑張って当てて乗ってみてください。それでは一旦失礼します。